すいません、タラちゃんが白市民パス欲しいって言ってるんですけど、ダメですよね。ダメです。ダメです。失敗です。今そいつどこいる？武井君、タラちゃんどこいる？今レギオンにいますよ。ちょっと止めといて。うん、止めといてほしい。って思って、何に求められてるか、マロンソンバ、まあだろうなと。ありがとう。新商品あげるよ。あ、本当花沢？花沢さん、逃げた。あ、ただ暇でレギオン来ただけなんですか？おい、何が白市民パス欲しいじゃい、止まれ、タラちゃん止まれ。いや、逃げるな。いや、コムシコ妨害です。今日逃げたらコムシコ妨害だよ。いや、違う。逃げてるんですよ。違う。無免。逮捕。無免許。お前、マジもう。無免許逮捕。無免許です。はい、無免許逮捕。お前タラちゃん。修理お願いしてもいい？あ、いいですよ。なんだそのダッセ頭。バカじゃないの。あ、僕に対してた？違う。あれ、え？ラミー、範囲攻撃？タラちゃんがラミの髪型なんかダッセって言ってた。え、ガチ失礼やね。普通にえぐいよね。いや違う。そんな、いや違う。セクハラよりもひどいかもしれない。普通にえぐいね。いや違う。そんな。まあ侮辱罪ということで。いや違う。心の暴行罪。あ、いや違う。誰の頭が一番やばいか見てみろよ。いや。君動いてるで。いや違う、我々は別にこの頭でニコイチでしょ。原付でいた、はあ、やばい頭で。これ全種ですか。とりあえずじゃあちょっと。何、白市民パス欲しかったんだっけ。あ、そっか、そのくだりか。ありがとう、マジで。あ、ごめん。ユニオン。あの、タルちゃん。忙しくて夜済みだった。ありがとう。やめろ、それ。やめろ、その扱い方。うん、ごめん、お疲れ。白市民パスは無理。お疲れ。僕も風の側行きます。くすめ取ってるやつだよ。ああ。あれでしょ、飛行場のやつでしょ。歪み対応してる時に撮られたやつや。終わりの始まり。そうなの。うん。そんな写真でやってんのかよ。終わりの始まりの終わりを準備するってことね。むちゃくちゃやな。千代大王もいるよ。おとぎ話の主人公には恋しちゃダメさとか書いてあって臭い。何言ってんだよ。おい、罰だろそれ。あ誰かマッチングしねえかな、これで。ああ、やばい。仮想通貨がまた下がってる。また下がってる、仮想通貨。まだとさらに？また下がり、だだ下がりしてる。仮想通貨なんてやるぐらいなら、うん、カジノ行った方がいい。でもみこち、それで前借金できてたでしょ。ん？俺この2日で2億5000万買ってるよ、カジノ。マジ？えぐ、それ。いいな。なんでそんなにお金持ってる？貯めてるしのほど。おかしいだろ、まあ、本当に。今7億俺あるよ。マジか、7億。テッツォ。感情なる。でもそれ一回ね、スワイプするとね。うん。もう出てこないの、二度と。ナシマ、やばすぎる。なんでナシマこの写真使っとんね。これまださらに下がってんだ。男しかおらん。主人公ボイラさんいるやん。誰かとマッチングした？ひなら先輩。まぬちゃんパイセンでした。初めてない。なるほど。このナシマさんとかマッチングしておきます？とりあえず。ナシマとマッチングした。マヌ太郎とマッチしたって。俺だよ。あ、それ、あ、それがミコだなのね。ほら、草生やしたの俺でしょ。いしょ、なんか立ってかよ。本当のマヌ太郎もいる。意外とみんな、お、ヒノラマッチした。マッチした。マッチしたらどうなるの？メッセージ送れるんじゃない？お、そこはデートにこぎつけるわけよ。いつもありがとうとか来た。おい、何言うとんねん。あ、ごめん、ちょっと待って、ヘリアタックしたらね。うん、ゆっくりでもいいよ、落ちないよ。落ちた、落ちた。これダウン。落ちた。アイテム落ちた、オッケー。アイテム落ちたかね。俺、あれ、スタックした。待って、ヘリ乗ってる。
ちょっと銃構えといてみんな。上登れない。あ、待って、待って、乗ってくるよ。これ、これ、前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 。登ってくる、登ってくる。やった、やった。あー、痛い、痛い。痛い、痛い、痛い。刀でやったわ。これ、痛すぎ、痛すぎ。ごめんね。ごめんね。現場にも近づけないし、降りなきゃいけない。どうしよう。ダウンいくね。歩いて降りるか。これさ、飛行場でダウンしてなくて対応できる人いる？無線今。マルーンダウン中。あ、ダウンした。ラズピは？ダメ。これ何このシュールな絵。これ何？この絵何？現場行けないし。でも危ないから歩いて帰らん。とんでもない絵面になっちゃった。丁寧スケボーで行くぞ、丁寧スケボーで。無理に打ち合うべきでなかったか。どこら辺にパトカーあります？僕パトカーないです。パチオのやつと一緒に行きました。オッケーです、了解です。怖すぎ。待って待って待って、スケボーあまりにもブレーキ効かないぞ。これこんなブレーキ効かんのか。バックアクション相手のヘリ、これ相手のヘリピックするわ。頑張ってくれ。もう固定ラスト？固定と決まり。了解、頑張って。頑張れ頑張れ頑張れ。やばいやばい。これ回収できる？これ犯人。フォロー、ありがとうございます。やばい、もう早めにブレーキかけとかな。あ、やっぱりこれブレーキなくなった。まっつまっつ、やばい、死ぬ。ありえんぐらい集中してんだけど。かなりびちょ、やっぱり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 、ま、曲げて、やっぱりやっぱ落ち着いたか。落ち着いた、よし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 。うん、ちょっとちょっと早いな、ちょっと早いな、ちょっと早いな。回収無理そう。それどこいます？滑り落ちたはず、ヘリに。うにゃー、襲撃の第一村人も僕ですからね。俺の先輩だったんだ。ごめん、なんか変な話して。いやいや、全然全然。ごめん、大丈夫っすか。今日はもう誘拐されてダウンされて、ね、誘拐されてダウンされて、ダウンされて、ダウンされて。真のショッカーはね、いい言わないの。なんだろう、今日一番良かったのはサブローに四つ股のことを知れたこと。フォローありがとうございます。先輩として。あ、メキーラさん。はい、メキーラですよ。模様紙変わりましたね。あ、そう、あのランクアップして、素敵です。ランクおめでとうございます。元気で取る。ありがとうございます。ちょっと待って、そ、下どうなってます？スカートですよ。いや、タイツ履いてます。タイツです。あなたね。なんですか。ダメですか、タイツじゃ。元気出ますよ、私それだけで。ボイラさん昇進だから。なるほど、よかった。じゃあ、メキラさん昇進おめでとうございます。ありがとうございます、褒めていただいて。ランク何になったんですか。うまいこと言えた。ランク何？ランク3になりました。すごい。おめでとうございます。ありがとうございます。よいしょ。私、かれこれ3ヶ月間ランク2ですけど。なんでですかね。頑張ってるのに。本当ですよ。セクハラしてるからじゃないですか。あ、分かってたんだ。分かってるんですね。やめられないんですよ。じゃあ病気です。終わってるわ。じゃあ病気だ。これはもう病気だ。うちでも治せないです。そうですね。カウンセリング。店員先生来たら見てもらった方がいいかな。いや、メキーラさん、あなたにカウンセリングして。いや、私そんなあれですよ、外科医なんで。いやいやいや、あなたと喋ってると私の心が落ち着く。気持ち悪い。いいですね、そう、120デニールぐらいありますね。でも怖い怖い。真っ黒だ。今どんな状態ですか。ですね、今寒いですからね。はい。ちなみに私は60デニールぐらいが今度です。行きましょうか、マルン君。はい。送って、あ、メキヤさん送ってってあげてよ、じゃあ。あ、お願いします。犯人回収、このまま俺帰るね。すごいなって、何ですか。
これ全部気合入ってるっすね。気合、なんか気合入ってるって、なんかちょっと、うん、めちゃくちゃ私の好みを分かってらっしゃる。ボイラ先輩に合わせたわけじゃないと思うけどな。多分ね、キイラさんの好みが私服、うん、私服っていうか服のね、はい、制服にしかり、私のあの好みに、本当にど真ん中ストライクすぎて困っちゃいますね、毎回毎回。めっちゃ元気じゃないですか、ボイラ先輩。いや、めちゃくちゃ元気出た、マジで。本気で元気で、さっきまでめちゃくちゃ元気なかったよな、俺マグ。すごかったですね、昇進モードが。ご苦労様です、お悩み。あ、ちょっとメキラさん、ちょっとそこ立ってください。あの昇進祝いで写真撮らせてもらっていいですか？ありがとうございます。待ち受けにしよう。これ、元の主義。